私の動画見ながら絶対悪くなってる。この5つが綺麗に立ててる人っていうのはほぼほぼいないです。はい、生体内科院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは、痛みが全く改善せずに諦めている患者さん向けに撮らせてもらっている動画になりますので、ぜひその方は見てみてください。松田さん。はいよ。正しい姿勢って何なんですか？なぜそれを知りたい。なんか今まで話聞く中で、はいはい、なんか骨盤が前傾してるねとか、はいはい、首がちょっと反りすぎてるねとか、うんうん、あったと思うんですけど、はいはい、じゃあ何が正解なのって思っちゃって。確かにね。究極完全な正しい姿勢みたいなのがあれば、教えてほしいな。あります。どんなんなんですかね。教えません。じゃあ今日の動画はここで。はい。じゃあ皆さんお疲れ様です。どんなチャンネルだよね。これはね、ありますよ。あるある。で、これね、いい姿勢っていうのは、前から見た時、横から見た時とかってあるけど、基本的に横から見た時の姿勢多いじゃないですか。猫背とか反り腰って言われること多いんで、基本的にはもう横から見た時の綺麗な姿勢を見る時に5つのポイントあります。で、このポイントがまっすぐであるといい姿勢、綺麗な姿勢っていうふうに言われてますね。なんで、この5つをちょっと今日紹介しましょうか。ぜひお願いします。OK、行きましょう。まずもう5つのポイントをお伝えします。何かと言ったら、まず1つ目、耳の穴。これは耳垂って言いますね。まあ耳の垂れてるとこでもいいです。耳の穴でもいいです。この部分が耳垂と言います。次、肩の肩峰ですね。肩のど真ん中です。肩のど真ん中と耳の穴がこう、同じラインにあるか、まっすぐあるか。次、大天子と言って、股関節の外側にある、このポコッと出てる骨ですね。これが大天子です。そして、次、膝の真ん中。これ膝の真ん中ですね。膝真ん中。で、あとは、外くるぶしきますね。外くるぶしの、ちょうど真ん中じゃなくて、これちょっと前方になります。外くるぶしの前方。この5つのラインがまっすぐあることが綺麗な姿勢と言われるとこです。ですか？で、一個一個ね、ちょっと解説をしていきますけども、まずは耳の穴ありましたね。耳の穴の部分。そして次は肩峰。そして下に降りてきて、大天子。そして膝の真ん中。そして外くるぶしのやや前方。この5つがまっすぐあることが綺麗な姿勢だということを知ってください。で、この5つが揃ってる状態がベストなんですが、大体みんなずれてますね。例えば、これ。こんな風に猫背になってしまってて、首が前に出てるって状態になってくると、これ耳の穴と肩峰がこんな風に斜めになってますね。そうすると、これ、綺麗な姿勢ではない姿勢になってます。で、これね、面白いのが何かっていうと、どこかが後ろに行くと、どこかが前に行くっていう、このバランスが起きてくるんです。で、ここから下の股関節の大天子、膝、側関節は合ってますとかっていうパターンもあれば、全身がこんな風にずれてるパターンもあります。例えば、耳の穴、肩峰、こんな風に斜めになってる。次、大天子、これ前に行ってる。で、膝の真ん中、後ろに行ってる。そのまま真下に降りて、側関節がある。みたいにジグザグになったりとかするパターンもあります。はたまた股関節より上側はまっすぐなんだけども、こんな風に猫背でこの胸郭と首だけがずれてるってパターンもあります。で、これは姿勢がいろんなパターンがあるよってことをまず理解していただきたいなと思ってます。ただ、これポイントはですね、5つのポイントがですよ、耳垂、肩峰、大天子、膝の真ん中、外下の前側。この5つが綺麗に立ててる人っていうのはほぼほぼいないです。で、どういう風になってるかっていうと、やっぱりね、人間の体ってまっすぐ立つっていうのはすごく難しくて、こんな風に体重を抜かすようにやっぱなってますね。で、ポイントは、これ上の方がこうやってずれてることってあんまなくって、下の方からずれてることが多いです。例えば一番よくあるのが骨盤がこんな風にポンと出てる状態。骨盤がこう出た状態で大天子が前に行ってますね。で、肩峰が後ろに行ってて。で、この姿勢だと後ろに倒れちゃいますから、この姿勢から首を前、いわゆる猫背をこんな風にしてる状態。いわゆるこんな状態ですね。にしてると、耳、肩峰、大天子っていう感じで、こう、ジグザグなるような状態になります。で、これがですね、皆さん結構ポイントで、姿勢が悪いっていうのは姿勢が悪い、確かにあるんですよ。でも姿勢が悪いをどうやって改善するかって言ったら、ポイントはこれ姿勢が悪いっていうのは何かって言ったら、これね、結局抜けてしまってるんですよ。で、骨盤が抜けてしまってる。じゃあこれを前から後ろに押してあげれば、これ姿勢ってまた綺麗になりますよね。で、猫背とかストレートネックっていうのが悪いわけじゃなくて、土台が崩れたらそれは上は崩れるでしょって話です。でほとんどの首とか肩の痛みっていうのは結局この土台がずれてしまっていることが原因になっていることが多いです。だからよく私がやるのがね、この骨盤のところの調整、下の方の調整してあげると上が整ってくるので、是非ねこの骨盤から下の下肢っていうところをしっかり治療してあげてくださいっていうのをよく言います。だから私自身ねこの MSM メソッドってやつやらせてもらってますけど、治療はほぼほぼ足がメインです。だって足のズレから来ること多いんですよ。で足自身がやっぱこうズレてしまうことによって上に影響が出てることで、動く時にとか動いた後に痛い人が多いわけじゃないですか。であれば動く時、いわゆる足がずれちゃうことで首が痛いとか肩が痛いとか五十肩が出てるって全然ある。だから肩だけ治療するんじゃなくて、肩だけじゃなくってこういう腰とか股関節、そして膝とか側関節も治療しないとダメですよって話です。だからこのねここから上に上がるにつれて全部治療していかないと、肩であったとしても全部治療しないといけないし、腰であっても全部治療しないといけないってことはぜひ理解してください。整体行った時に、右肩が下がってるねみたいな、このね、正面から見てやっぱ左右がない方がいいですか？左右差はない方がいいけど、基本的にはどっちかが下がってることが多くて、パターン的に言うと左の骨盤がこうやって抜けてる、で右に胸郭がいってこんな風な姿勢が多いですね。もうこれはでもね遺伝子のレベルでそうなりやすいと思ってください。左の方が骨盤抜けてこんな風な姿勢なんで、まあ基本的にはこうなった時に右肩が下がる左肩が下がるっていうのはこうパターンによりますけど、人によってこうずれてくることは全然あります。ただこれも結局横から見たとこの姿勢が悪くなっててこうなってる人もいるので、基本的には横向きが一番ポイントかなと思うので、ここをしっかり改善していくってことをやってほしいかなと思いますね。でそれを踏まえた上で痛みがどうやって起きるのかってもぜひ覚えてほしくて、姿勢がずれてしまってる、姿勢が反り腰が猫背がってみんな言っちゃうんだけど、そこが原因じゃなくって、姿勢が悪くなるのはみんなもそう、今見ながらどうなってる、絶対悪くなるの。で、例えば私の動画見ながら絶対悪くなってる。で、悪くなってるんだけども、じゃあ腰が痛いですか、肩が痛いですかって言ったら、痛くない人もいるんですよ。で、これ何が原因かって言ったら、例えば姿勢が悪いが痛みの原因じゃなくて、姿勢が悪いしか姿勢が取れないことが悪いんです。例えば、猫背が悪いんじゃなくて、猫背しかできないことが悪い。だから猫背なんであれば、これを戻せるようにしていくことができれば、こっちばっかりじゃないから、これもできますよね。ってなれば、筋肉って硬くならないんですよね。いろんな方が使えるから。でも、こんな風に猫背しか取れないと、前側の筋肉硬くなっちゃってるよね。そうすると、この硬くなった筋肉が痛みを起こす。でも胸が腫れれば、これって前の筋肉って硬さ抜けてきますよね。大事なのは、一辺倒の動きしかできない。一辺倒の動きで止まってしまってる。これが痛みの原因です。であれば何しないといけないかって言ったら、猫背に対して、肩が痛いよねって肩に治療するんじゃなくって、この後ろ側のいわゆる肩甲骨を内転させる、いわゆる胸を張っていくっていう動きをしていく、いわゆる運動療法ですね。これができることによってしっかり姿勢も改善できるし、痛みも根本的に改善できるよって話。だから肩の痛みとかであれば、この肩甲骨の内転とかっていうのは絶対やっていくし、治療もやってきますですか。だから姿勢が悪い姿勢がいいっていうのはすごく大事なポイントですよ。こうやってね、耳の肩大天使、膝の真ん中、外くるぶしのちょっと前側、これが見えるのは全然ポイントです。ですけど、そこが全てじゃなくって、姿勢が悪いんじゃなくて、その姿勢しかできないのが悪いんです。であれば、そこをしっかりできるように戻せるようにしていくための運動療法。で、そのためには、さっき言ったけども、こういう猫背になっています。猫背になってるっていうのは前側が硬いから、後ろ側は鍛えれない。であれば、前側を緩めていく。そして後ろ側を鍛えていく。そしてこれが崩れないように連動させていく。いわゆるこれがモビリティ、スタビリティ、ムーブメントっていう治療方法。これがいわゆる私がやってる MSM メソッドってやつになってきます。なんで、これ見てる方がね、本当にしっかり痛みを改善していきたい、痛みを戻りがない状態にしていきたいというふうに思っているのであれば、ぜひね、整体院フッカーにぜひね、足を運んでみてください。概要欄の方にですね、整体院フッカーの情報を貼らせてもらっています。もしね、これ見てる方が痛みをしっかり根本的に解決していきたいということであれば、ぜひね、概要欄の方から整体院フッカーのホームページ見てもらって、最寄りのところのですね、LINE もしくは電話でですね、予約していただければ嬉しいなというふうに思います。ぜひね、そちらの方、チェックしてみてください。はい。あとですね、今日の話、よかったらチャンネル登録していただいて、見直さないように見ていただければ嬉しいなと思いますし、あとコメント、高評価、次こんなことも聞いてみたいということであれば、それも参考に動画も撮らせてもらいますので、ぜひコメント欄にアウトプット、ね、あといいねも押していただければと思います。では、今日はこれで終わっていきたいと思います。今日も動画を見ていただき、どうもありがとうございました。また見てください。松田さん。はいよ。松田さんぐらい、その、何千万人と。患者さんを見てきた人なら、はいはい、街歩いてる人をバッと見ただけでも、あ、この人ちょっと骨盤が前行ってるなとか、はい、はい、分かったりするんですかね。でも私整体師の方のね動画の中で新橋で姿勢分析とかやってたんですよ。だからまあ新橋時あるでしょ、あそこでこう見て、あの人骨盤こうでこういうのが多分原因だと思うみたいな、歩き方がこうでとかみたいなのやってたんで、百発百中で当たるわけでもないし、私が正解とも言わないですけども、見方としては見えると思いますね。あ、この辺が原因かなみたいなのはもうなんか見てるだけで大体わかるかなって感じはありますね、正直。なるほど、さすがですね。ありがとう。そうそう、神様でも何でもないです。ただ何回も何回も見てったっていうのは自信があるので、そこからこういうふうにしたらいいかなっていうのは全然頭あるんで、是非ね、参考に整体復活やってますんで、是非ね概要欄の方チェックしてみてください。